皆さんこんこ視覚スキャアとベクサで司法試験の講師をしております加藤隆です今回は昨日7月15日に司法試験委員会により司法試験および予備試験の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症等の感染防止策の公表がされたことに伴い急遽動画を用意させていただきました。 で今回の動画で皆さんにお伝えしたい内容はホワイトボードに書いてある3つとなります。え1つはは今年は試験会場に立たないといととうことですえ予備校講師を始めてからえ毎年試験会場に立たせていただいてきました。 試験会場では、資格スケア、ベクサの優勝講座の受講生の方々、加藤ゼミの受講者の方々、さらには、優勝講座は、ゼミは受講していないんだけれども、ブログやツイッター、厚くなどを参考してくださっている方など、さまざまな方が近くに来てくださって、私もエールを送らせていただいてきました。 顔の感染状況などを踏まえましてもう4月ぐらいの段階から今回は試験会場に立つべきかどうか立つとしてどういった工夫をして立つべきなのかということについてずっと検討をし続けてきました私から受験生の皆さんに感染させてしまうリスクなどを踏まえると立たない方がいいという。 考え方がありましたただその一方で、まあ、その受験生の中にはですね本当にこの不安になってこの不安をですね解消するために私に話しかけてくださっている方もいますでそういった方のですねことも踏まえると何らかの形でですねやはりこのエールを送らせていただきたいなのでどうかしてですねどうにかしてまあ受験会場に立つことができないかと考える私もいましたそしてずっと とまあ、どうするべきかどうかについて悩んでいたんですけれども、えー、今週、えー、からですね、東京都の感染,者数が感染者数がどんどん増加してきていること、えー、さらには、えー、昨日、えー、公表された司法試験委員会によるこの感染,症防止感染防止対策の内容を見まして、私は今回は試験会場に立つべきではないと考えるに至りました。えー、それは えー、一つは私から皆さんに感染させて,てしまうリスクがゼロとは言えないからですね、えー、私はですね、えー、もう基本的には自分の自宅で、えーまあ、収録も、えー、それからまあ教材作成とかもやっているので基本的に家に出るってことはないです。 なので、私から皆さんに感染するってリスクは、まあ、かなり低いと思っています。えさらにまあ大阪会場にまあ移動する場合を除いては私は全部タクシーで移動しますから、試験会場までは。なので、えー、まあ移動の過程で感染するというリスクも、えー、まずないと。えー、た,ただ 私から感染すするリスクが全くなないいとは言えないわけですね例えば自分が何らかの外出をした時にですね感染をしてしまってるかもしれないでそれで私が自覚しないまま試験会場に立って、まあ、近づいてきてくださった受験生の方に感染をさせてしまうであるいは、えー 試験の当日にです、ね、受験生の方が私のところに近づいてきた時に実はその人が感染していたとでそれが私から私に移って今度は私から他の受験生の方に、まあ、その感染してしまうという可能性も、まあ、なきにしもあらずなわけですなのでそういった可能性があってで仮に感染させてしまった場合にはですね、まあ、重症化してしまう可能性もありますしさらには受験できなくなってしまう可能性だってあるわけですなのでこういったことを踏まえると私は今回立つべきではないと。 考えましたそれから私が試験会場に立つつべきないと考えた理由はもう一つあります正直私が試験会場に立つことによる感染リスクっていうものはかなり低いです。ですが私は自分が今回は試験会場に立たないという意見表明を公の場ですることによって予備校関係者の方々特に配布行為をする予備校関係者の方々 に配布行為などを控えることにつながってくれればと思ってあえて今回の動画と、えー、まあブログで意見表明をさせていただきました。 毎年ですね、試験の前後に、まあ、多くの予備校関係者の方々が配布行為を行っています。これは私が所属している予備校も同じでありますから、その事態を批判する気は全くありません。ただし、今回は感染させてしまうリスクっていうのがそれなりにあると思います。私一人が立っているのと予備校関係者の複数がですね、この配布行為を行っている場合とでは感染のリスクが全然違うわけです。さらには、まあ仮に客観的に 感染リスクが高くないあるいは結果的に感染しませんでしたという場合であったとしてもこれ受験生の人から見たら自分が感染症に、えー、まあかかってしまったら重篤化するかもしれないさらには受験することができないかもしれない。 そういった不安の中で試験会場に毎日向かわなければいけないそういったところで例えば予備校関係者がいてですね自分が近づいてきてほしくないのに近づいてくるということでものすごく大きな心理的な負担になりますしさらには不安にもなりますもしこの人から自分が感染して翌日あるいは翌,日翌々日とかにですねこの検査に引っかかってしまって で自分が試験を受けることができなくなったらどうするのかとか自分が重篤化してしまったらどうなるのかとかそういった不安を、えー、が感じると思います、えー、なので私は予備校関係者の方々にはははは大変恐縮ではありまますすが配布行為は今回は控ええてていいいたただきたいと考えていますなので私がこうした意見表明をすることによって配布行為に対する抑止につながればいいと思って今回あえてこういった形で意見表明をさせていただきました。 で、これは自分の考え方が正しいということを前提にした一方的な対応でもありまして、えー、一部の人からはおこがましい人間だなと思われるかもしれません。えー、そういった、まあ、ご指摘、あるいは評価があるということは重々承知しております。しかし、えー、受験指導に直接携わっている、えー、私としては、これはやらなければいけない対応だと思いまして、あえて、えー、この場で意見表明をさせていただきました。 毎年、試験会場にで,です、ね、声をかけてくださっている受験生の方々は大勢いらっしゃいます。でこういった方に対してです、ね、まあ、試験会場に今回立ってエールを送ることはできないんですけれども、まあ、これにまあ変わるものとしてです、ね、毎日動画を上げるなどの方法によって、何らかの対応はさせていただきたいと思っていますすそれからつつ目でででありますマスク着用のの受験についての対策です。 司法試験委員会が公表した感染症等の感染防止対策の1でありますがマスクの着用等についてとあります試験当日感染防止ののためマスクの着用をお願いします、まあ、これがまあ強制なのかどうかというのは定かではないのですがおそらくマスクを着用しなければならないということになると思われます。 でこのマスク着用での受験についての対策をしておくことが必要だがあると考えていますつまり普通よりもおそらく条件は悪くなると思いますマスクを着用した状態だと、まあ、息苦しくなったりだとかさらにそれが継続することによって頭が回転しにくくなるとかそういったアクシデントに遭遇する可能性があります。なので通常よりもパフォーマンスが下が下る可能性 これがあるわけですね。で実際に受験生の皆さんもマスク着用での受験についてはかなり不安を抱いている方もいらっしゃると思います。で、えー、この場合にマスク着用による負担を極力緩和するための工夫をこれからやっていただく必要があると考えています。 え、マスク着用での受験による負担をできるだけ緩和するために、例えば普段の自主的な答案練習の時にマスクを着用したりだとか、あるいはインプットをする時にもそのマスクを着用するなどによって、マスク着用での受験に慣れることによって、マスク着用による負担、これをですね、できるだけ軽減するような工夫をしていただきたいと思っています。これが私からお伝えしたいことの二つ目です。そして最後に、三つ目。 客観的な合格難易度と主観的な合格難易度の違いです。まあちょっとですね、いい表現が思い浮かばなかったので、ちょっと伝わりにくい表現になってしまっているのかもしれないんですけれども、これはですね、昨日ですかね、昨日か一昨日、私のブログのコメント欄に投稿があったまあご質問というかまあご要望ですかね、それを踏まえたまあお話となります。えちょっとですね、私のブログのコメント欄の抜粋を読ませていただきます。 最近今年こそ受かるチャンス今年が受かり時のような意見を目にしそのために胃が痛くなる思いです。でコロナ禍の影響でただでさえ例年より少ないらしい受験者数が減るかもしれない。 勉強時間がが増えたこことからのよよううな意見あるです先生から見てそう思われますか今年落ちたら今度は来年以降は厳しいだろうかとそんなことを思いつつそんなことはないと思いつつ何とも言えない不安でいっぱいになってしまいますまとまりない文章で申し訳ないのですが今年の受験生にエールをいただけたらまあしいです厳しい意見でも刺激になりますと。 いうまあ要望ご要望をいただきました。えー、確かに、えー、客観的な合格率は今年は上がります。なので客観的な合格難易度っていうものは、えー、下がると、えー、考えています。ちょっとですね令和1年と2年の出願者数などちょっと比較させていただきたいのですが令和1年、えー、出願者数が4,930人、えー、受験者数が404 4,466人 4, 4人なので出願者数から464人減っていますでその中で担当合格者が3,287人で最終合格者数が1,502人ということになりますで今年の出願者数は去年に比べて約700人減りまして4,226人です4,226人そして まあ、去年と同じぐらい、まあ、受験者数が減るということを考えると受験者数は、えー、約3,700人から3,800人ぐらいかなと思います。で受験者数が、えーまあ、3,700人から3,800人ぐらいであるということを考えるとまあ担当合格者数は人ぐらい。 マイナス1,000、まあ、人の2,700人から2,800人ぐらいになるんじゃないかなと思います。でおそらく最終合格者数は1,500人前後であると思います。大幅に選5権0を下回るってことは私はちょっとまあ考え難いんじゃないかなと思います。そうすると担当合合格格後の合格率は2倍を切ることとになります、えー、ということからして、えー、客観的に見て合格率っていうものは 上ががりりまますすななので客観的な合格難易度は下がりますだからといってじゃあ試験が去年よりも簡単と言えるかっていうと、えー、それはえ外部の人間がそういったことを発言をするべきではないと思います。これははは主観的な合格難易度というものはえ下がるとは言えません、えー、そもそもえ試験の1ヶ月ぐらい前ですかねいきなりえまあ試験の延期が発表されてでしかも試験日のがですねもう1ヶ月以上公表されなかったわけですよね。 で試験日がこれによって3ヶ月ずれたとしかも延期の発表してから1ヶ月以上ですね新しい試験日とかが発表されなかったもう試験会場が発表されたのが最近なわけですよねしかも再延期の可能性が絶対にないとも言えないさらに東京都の感染者数が増加傾向にありもう自分が感染して重症になるかもしれないあるいは感染をして試験を受けることができないかもしれない えー加えてマスク着用などによってこれまで経験したことない環境下での受験をえ強いられることになります、えー、こういったまあ厳しい環境での受験になるわけですから主観的な合格難易度は私は上がると考えています特にあの繊細な人にとってはなおさら厳しいことになると思うんですね なのであの単純にですね、えー、この合格率だけに着目して、まあ、例年に比べて合格しやすいだとか、えー、今年にうが受かり時だとかですねこんなことは外部の人間が軽々しく、えー、口にするようなことではないですしそうするべきでは、えー、口にすることができることではないですしそうするべきでもありませんで私はですね、まあ、このコメントをくださっている方は、まあ、そのエールをくださいと ということで、まあ、おそらくまあその鼓舞してほし,しいという気持ちもあるんだとは思います。この厳しい言葉でも、えー、まあ刺激になりますと、えー、なので、えー、まあ本来であればです、ねまあ、その皆さんを鼓舞するようなエールを皆送ることができればと思ってるんですけれどもただ私はですねこうした事態を経験したことがないので、えー、適切な助言をすることはできないだろうしあとは 皆さんを、まあ、鼓舞することができればと思って、良かれと思って発言をしたことが、一部の受験生の方々に不快感を与えることになって、これが、まあ、心理的なですね、まあ、負担になって、普段の勉強だとか試験当日のコンディションにですね、悪影響を及ぼしてしまう可能性もあるわけです。なので、正直、どう助言すればいいのか分からないというのが、私の本心です。ただ、一つ言えることは、 可能なな範囲で感染リスクを減らす工夫が必要になってきますそれからマスク着用による受験に慣れるために普段からマスク着用による勉強を試してみることで現状の負担をできるだけ緩和していただきたいという2点です。新型コロナウイルスに感染した場合にはもちろんその心身が、まあ、生命身体が危険にさらされることになります。 でまあ、その感染症がこういった形で出ないとしてもですね、えー、この検温検査等で引っかかって試験当日に試験を受けることができないっていうことになる可能性もありますなので、まあ、日頃のまあ生活の仕方だとか、まあ、試験会場に向かう方法だとかっていうことも含めて感染リスクっていうものを可能な限り減らしていただきたいと思っておりますそしてこの感染リスクを減らすっていう工夫は、まあ、試験当日までしか私はできないんですけれども、まあ、自分自身が試験会場に立たないだとか、まあ、予備系 関係者の方々に、え、まあ、その配布行為等を控えていただきたいということをこういった場で公表させていただく。え、発表させていただくってことで、まあ、私たちもですね。皆さんの感染リスクを、まあ、できるだけ、え、下げる、え、下げるための。え、まあ、その工夫はさせていただきたいと思っています。で、それから、え、二つ目として、このマスク着用による受験になれるために。まあ、普段から、まあ、着用による勉強を試してみることで。え、まあ、マスク着用での受験の、まあ、その負担をできるだけ、まあ、軽減するという工夫もしていただきたいと思っています。 でもっと具体的な話をしてですね、えー、皆さんを鼓舞することができればと、えー、いいと思うのですが、えー、こうした事態を経験してない私が皆さんを鼓舞するための発言をすることが、まあ、安全権から偉そうなこと言ってるんじゃないかとかそういった見え方をするなどしてですねかえって一部の受験生の方々に心理的に悪い影響を及ぼして、まあ、これからの勉強と試験当時のコンディションに悪い影響を及ぼして,可能及ぼし,てしまう可能性もあるのではないかと思いましたので。えー 少し、まあ、その、力足らずなところがあるんですけども、えー、これ以上はですね、ちょっと発言は控えさせていただこうと思っています。えー、まあ、短めのですね、動画となり、まあ、皆さんを鼓舞するためのですね、エールを送ることがまあできない、えー、まあ、動画になってしまったんですけども、残り4週間ですね、本試験に向けて、頑張っていただきたいと思います。えー、皆さんを応援しています。